サプサル犬とは、朝鮮半島原産の万葉犬種である。朝鮮語ではサプサル家、またはサプサリという。1992年3月10日、韓国の天然記念物、第368号に指定された。古代には主に白木の貴族に飼われたが、白木滅亡に伴い民間でも、番犬として広く飼われるようになった。日本統治時代、特に、 太平洋戦争による生活物資不足が深刻化した1942年以後は食肉や戦争物資である毛皮を得るために利用され絶滅寸前にまで追い込まれた。豊山県や沈島県のように朝鮮総督府の天然記念物に指定されることもなかったため雑誌化も急激に進んだ。1960年代中盤、韓国では 雑犬として扱われていたサプサル犬の研究作業が始まり、科学技術庁からサプサル犬収集と研究に必要な研究費を確保し、外国犬の地の混ざっていない純粋なサプサル犬三十匹を確保し、繁殖に当たった。九百九十二年に天然記念物第三百六十八号として登録され、二千十一年には韓国で行われた2011世界。 陸上競技選手権大会では公式マスコットとされた。現在もサプサル犬はほとんどが韓国か北朝鮮で飼育されている。外国ではほとんど飼育されていない。徳島に数頭のサプサル犬を置き、1998年に韓国サプサル犬保存会が独島警備隊に寄贈したが、島に生息している野生鳥類に深刻な被害を与える問題を起こし、 島から枠除された。サプサル犬には二つの系統が存在し、それぞれが違った様子や性質を持っている。一つは、チョンサプサル、または青サプサルと呼ばれるもので、シルバー、またはブルーの毛色で、サイズは口術のタイプよりあや小さく、防衛本能がより強い。もう一つはファンサプサル、またはキサプサルと呼ばれるもので、黄色と黒の混色の毛色で、 サイズは戦術のものより大きめ。全身がむくげで覆われた犬種で、顎ひげや口ひげも豊かである。小さな垂れ耳と垂れを持つ。がっしりした体格で、興奮は短く、犬種は大きく鋭い。紐が厚いため寒さには、シーが暑さには非常に弱いので、ペットとして飼育する場合は牡蠣に紐を短くカットする。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著。 福山秀也、大木拓役成分道振興者、2007年。ありがとうございます。